庫で見ようテレビ紙芝居世界偉人伝第4回伊能忠敬第1話をお送りします。現在の日本列島の地図を見ると何とも美しくかつ正確に書かれています。それは GPS などの最新技術を使って地球上の位置を空から測っているからです。でも人工衛星も車もない江戸時代に一人で極めて正確な日本地図を作った男がいました。自分の足で一歩一歩大地を踏みしめて17年間も測量し続け、その歩数は4000万歩に及んだと言われています。現代の地図と照らし合わせてもその誤差はわずか 0.2km という精度の地図。その伊能図と呼ばれる地図を作った男は学者ではなく商人の伊能忠敬でした。人間は夢を持ち前へ歩き続ける限り余生はいらないという言葉を残した忠敬はその言葉通りの人生を生き抜きました。中高年の星あるいは人生を二度生きた男と呼ばれた伊能忠敬の生涯を3回にわたってご紹介します。1745年伊能忠敬は上総の国現在の千葉県九十九里町に古関家の次男として生まれました。幼名は佐次郎です。生家は船をいくつも所有するイワシの網元で裕福でしたが、佐次郎が6歳の時に母が亡くなってしまいます。婿養子だった佐次郎の父の定常は古関家を離縁されて御住にある実家の神保家に戻ってしまいます。幼かった佐次郎は古関家に残され、10歳の時に父の生活が落ち着くとようやく神保家に引き取られました。佐次郎は幼少期から勉強熱心でお寺で算術を学ぶとみるみる上達していきました。算術に優れた少年がいるという噂は瞬く間に村中に広がりました。佐次郎や、ちょいとうちの店の計算を手伝ってくんねえかと村の商人に頼まれ、いいですよ、その代わり商売のことをいろいろ教えてください。お安い御用だ、何でも教えてやろうと佐次郎は商いの勉強も熱心に取り組みました。佐次郎にとって知ること学ぶことが何よりも楽しかったのです。佐次郎は17歳の時に土地改良工事の現場監督を任されて工事を順調に進めました。年に似合わぬその立派な働きぶりを見た親戚が良い縁談話を佐次郎に持ってきます。当時の結婚は自分で決めるのではなく家同士で話し合って決めるものでした。佐次郎は佐原村で一二を争う名家の伊能家に婿入りし、名を三郎右衛門忠敬と改めました。伊能家は酒や醤油の醸造を営む大商家で、年上の妻の道はしっかり者で忠敬の良き理解者となりました。当時佐原村は大きな村で利根川の船を使った商売の盛んな土地として有名で、忠敬の役目は伊能家をより盛り立てることでした。忠敬は奉公人を集めて諭しました。お店の皆さん、私の言うことをよく聞いてください。これからは三つのことを必ず守って商いをしてください。一つ、嘘をつかない。絶対に不正をしない。二つ、目上だろうが目下だろうが相手の意見に耳を傾ける。三つ、人と口論しない。
いつも謙虚でいる。実直で几帳面な忠敬は嘘が大嫌いで、商売をする上でごまかすことが一番いけないということをよく分かっていました。簡単なようでなかなか守れない三つの決め事は忠敬が率先して守りました。忠敬は倹約をして新しい事業にも取り組んでいき、伊能家はどんどん繁盛していきました。たくさんの子宝にも恵まれて、忠敬は儲かったお金でさまざまな本を買い、天文学などを独学で学びました。こうして忠敬は36歳の時に名主になります。名主とは村の代表のことです。佐原村は天領、つまり将軍家に直に治められている土地で、武士は一人もおらず、村民の自治で村の政治を行っていました。しかし1783年、有名な天明の大飢饉が起こります。浅間山と岩木山が大爆発し、関東地方にも火山灰が降り積もって作物が枯れてしまい、全国で90万人もの餓死者を出しました。その飢饉は佐原村にも襲いかかりました。皆の者、今は大変な時だ。うちの蔵にある米や食料を村中に配りなさい、と忠敬が指示すると、ただでですか、と奉公人たちが驚きました。当たり前だ。商売人はわざわざ損をしてはいけないが、ケチであってもいけない。困っている人の命を助けるためにただで提供するんです。こうして佐原村は忠敬のおかげで一人の餓死者も出さずに飢饉を乗り越えることができました。忠敬は倹約家でしたが、ケチではありませんでした。必要な時に必要なお金を使うことが大切だと思っていたのです。この天明の大飢饉をうまく乗り切ったことで、忠敬はますます村人たちから尊敬されるようになりました。さらにこの頃、洪水被害の多い村の堤防を強化する事業にも取り組みました。堤防を直すにはまず地図が必要だなと忠敬がつぶやくと、なぜ地図というものがいるのですか、と妻の未知が聞きました。川はまっすぐじゃなくて曲がっているだろう。どの位置が曲がっているかを測れば堤防もうまく作れるんだ。まあ、その地図とやらはどうやってお作りになりますの。測量して作るんだよ。身長160センチの忠敬の歩幅は69センチぐらいだったと考えられます。忠敬は歩測という方法で、なるべく同じ歩幅で堤防の周りを何度も歩き、その歩数で距離を割り出し地図を作りました。この地図のおかげで佐原村の堤防は強化されて壊れなくなりました。地図というのは面白いな。もし日本中の地図があればどんなに便利だろう、と忠敬が言うと、まあ日本中の地図などと突拍子もないことを、と未知は笑いました。将軍家から佐原村を拝領した領主の津田日向守は、忠敬の働きに対等を許しました。忠敬は商人でありながら武士のように刀を持つ名誉を与えられたのです。そして忠敬は39歳の時に村方高賢になりました。村人として
一番重い役割を担うのです。伊能家の財産も忠敬が婿に入ってからの22年間で20倍以上に増えました。しかしその頃最愛の妻みちが44歳で病気で亡くなってしまいます。忠敬はこの頃から表舞台から退いて隠居したいと考えるようになりました。その隠居願いを領主に提出しましたが、わしは父から領主を継いだばかりでまだ心もとないのじゃ。そなたほど人望のある村方貢献は他にはおらぬ。まだまだ村人のために働いてくれ。今しばらく力を貸してもらいたい。と領主に引き止められてしまいます。一刻も早く江戸に行き、一流の先生のもとに弟子入りして勉学に専念したいが、今は致し方あるまい。商人として成功を収め、村方貢献という名誉も与えられた一方で、忠敬は江戸に出て学問をしたいという情熱を抱くようになっていたのです。村方貢献を続けながら、忠敬は星を観測する道具を買って一人で星を観察し、天文の本などを読み漁りました。わしも領主としてようやく落ち着いてきた。そなたの跡取りも村の者の信用が厚いと聞く。そろそろそなたの隠居を認めようぞ。はあ。隠居願いを出して4年、忠敬はようやく領主に許可され、家業を長男の景隆に譲りました。忠敬は第二の人生の目標を、これまで忙しくてできなかった学問を極めるということに決めました。分野は歴学、つまり暦の研究です。農業国日本にとって作物を植えたり育てていく時期の目安になる暦は大変重要でしたが、当時の暦はいい加減で社会問題にもなっていました。父上、後のことはご心配なさらずに、どうぞ心置きなくお好きな学問を学んでください。うん、景隆、あとは任せたぞ。それでは行ってまいる。1795年、忠敬は景隆に見送られて、長年住み慣れた佐原村を後にし、念願の江戸へと向かいました。この時忠敬は50歳になっていました。当時の平均寿命は44歳と考えられています。年取ってから第二の人生を大きな志を持ってスタートさせたのです。しかもその高年齢の補足だけで、あの正確な日本地図を作ることになっていくのです。